離婚しづらい社会が健全で大炎上、自民党谷川トム5日に国会にて自民党の谷川議員がドメスティックバイオレンスや虐待がない限り離婚しづらい社会になる方が健全だ離婚しても誰も得しない子どものことを考えれば離婚しづらい世の中の方がいいと思うなどと発言されいわゆる左翼の皆様などが発狂されておられます。まあ、こちら 私であれば、離婚しづらい社会ではなくて、離婚しなくて済む社会と表現いたしますけれども、まあ、政治家は演説ができてなんぼでございますので、まあ、今回、表現が稚拙かなと感じましたが、私は結婚したことがございませんので、離婚の経験もございませんが、離婚の相談を受けることはございます。男友達からの相談になりますけれども、まあ、当事者からや、ご兄弟に関する相談を受けることがございますが、 私の場合、子供の有無子供の子さんがいるかどうかで対応を変えております。子供がいない場合は、まあ、大人同士なんだから当人同士で決めてと、まあ、ご自由にどうぞといった趣旨でお答えし子供がいる場合は、まあ、子供が成人するまでは我慢して待ってあげてとなだめておりますが、まあ、その後奥様側の児童虐待が発覚したりと、まあ、なかなかですねこの… 相談を受けた際にどうお答えすればいいのか難しいなと感じる面もございますけども、まあ、せっかく結婚されたのであれば離婚せずに済むに越したことはございませんので、まあ、例えばですね保険診療で夫婦カウンセリングを実施するなど離婚に至る前に何らかの問題を解決できるような仕組みを 政府や自治体が後押しする、そういった制度も必要になるのかなと思われます。離婚時の制度を充実させることも重要ではございますが、国家や政府、自治体には離婚しなくて済む社会の環境づくりも、ぜひとも進めていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。